対する山形の攻撃。白戸ベル出してスリーを狙います。決まりました。川谷から林、川谷のスリー来ました。テレンスキング、再び福島ボール、エチェニケのパワー、エンドワンです。山形はフィンケも入っています。フィンケのファウルとなりました。加藤打てません。オリックには白戸ついていく、かわしてのショット決まった。見事なショット。自分でいくか。おっと、ノールックで下取り渡した。ナイスプレーですね。立て続けいいディフェンスが出ました山形。ベルがオープンスリー決まった。3本目ベル。山形の5人は村上信也、斉藤瑠衣、そしてこちらがマイケル・フィンケ、ゴール下にティモシー・ホリフィールド、そして白戸大成の5人となっています。村上、さあ後半、ショットクロックは10秒です。ボールを動かして完全にフリーを作りました。鮮やかなパス回しからのシュートです。アイバナーカス、福島に愛された村上信也、ここは鮮やかなパス、そして強烈なダンクが来ました。中も外もいい攻撃があります。アイバナーカス、エケニケキープパス、さあ村上信也のオープンスリー来るか、来た。ベルにエチェニケがつきます。ここはスピードでかわせるか、外、白戸のスリー来た。第3クォーター、ベルから工藤、岡島、工藤ここから狙った、来た。誰に打たせるか、山形、柳川からベル、村上、ベルが打ったスリーポイント決まった。福島の攻撃、ガードの土屋選手はボールを欲しがってますね。ただも得意のスリーを決めました。ここで今日でも入るんですね、はい、2本揃えた斉藤瑠衣、そしてここで試合終了となりました。